じゃないから二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で
83年の曲ですけどね。
近いんじゃないか、一回思っちゃうけど、うん、だって尾崎豊といったらオベーションだもん。あ、そうだ、このこの人、あの有名曲やります。え、なんだ、17歳の自分、そっち、ダンスホールじゃなくて、ダンスホールじゃない、うん、デビューの時のオーディションで受けた、出した曲、シェリー、静かに待ってる、瞑想してます、急がなきゃ、ね、ではアンコールですね。ミサちゃん、なんかこのタイトル言ってほあの、うん、あのミサちゃんに教えてあげて、これなんていう曲、次、あ、尾崎豊の I Love You です、テンパってカポしても忘れてるどうする、間違ったいいっすか、はい、